ということで番外編だぜ。この動画は前回の続編になるわ。前回を見てない人はぜひ見てきてね。では始めるか、霊夢。そうね。番外編と言うけど、何をするのよマリサ。そうだな。番外編では、説明の都合上、解説を避けた部分や、説明するのが面倒だっただけでしょ。そうとも言う。説明が不十分な部分。これも尺が足りなかっただけでしょう。鋭いな霊夢。また、コメントに寄せられた質問なんかに答えていくぜ。最後だけまともね。厳しいな霊夢。ということで、説明を避けた部分を説明するぜ。お願いするわマリサ。本編の中に説明を逃げたなぁと、言える部分がいくつかあるが気づいたか霊夢。意図的に説明を省いた部分があるのね。そうだぜ。実は、いくつか気づいていたわ。ほう。例えば、デモクリトス3の紹介で、デモクリトス3は、ギリシャ人なのに、なぜか、ローマが持ち上げられたり、イニオンの紹介の時に、スペルが間違っていたりね。おいゴリラー、ゴリラのバカはどこだ。さっき、エーテルを探すとか言ってたりだったわよ。覚えてろよゴリラ。次会った時は剥製にしてやる。そして、上野の科博に寄付してやるわ。さて、本題に戻るぜ。本編の中で、いくつか説明を避けた部分があるぜ。と言っても、さっきの誤植以外思いつかないわ。そうか、霊夢。このシーンを見て何か気づかないか。なんだ、当然の話じゃない。このどこに解説が不十分な部分があるのよ。あれ。あれれ。あれれれれ。気づいちゃったわ。マリサ、なんでいつの間に要点すり替えてるのよ。すり替えておいたのさ。気づいたようだな霊夢。実は、金属結合の解説の際、最初は、銅を例に出していたのにもかかわらず、銅の定義が、金属になり、金属から、マグネシウムにすり替わってたんだぜ。なんでそんなことするのよマリサ。銅でも鉄でもなく、マグネシウムを採用するだなんて、あんな不安定な物質、説明に用いるべきじゃないわ。詳しいな霊夢。ちなみに、説明にマグネシウムを用いた理由は、何よ。ぶっちゃけ説明が面倒くさかった。でしょうね、身も蓋もない理由で安心したわ。しかしだな霊夢。番外編では、この面倒くさい説明に踏み入れていくぜ。マジで？ということで、今回は、電子軌道について触れていくぜ。では霊夢、本編で触れなかった鉄の電子配置を求めてくれるか。前回の復習ね、鉄の原子番号は、26ね。これがわかれば簡単よ。計画に入る電子は2個、そしてL核に入る電子は8個、残りは16個ね。最後に、M核に入る電子は、16個で完成よ。前回の復習は完璧だな霊夢。そうでしょう、だが霊夢。それは間違いなんだぜ。え、そうなの。どこが間違っているかわからないわマリサ。電子の数は合ってるじゃない？そうだな、霊夢。電子の数は合ってるんだぜ。だが並べる個数が違うんだ。霊夢は内側から順に電子を埋めていったな。そうね。だが、電子は、内側から埋まるわけじゃないんだぜ。そうなの？じゃあ、どうやって埋まるのよ、マリサ。これからそれを説明するぜ。電子配置を理解する上で大事な要素。それが、電子軌道だぜ。電子軌道を知れば鉄の電子配置を求められるだけでなく、周期表に載っているほとんどの元素の電子配置を求めることができるぜ。電子配置は暗記だと思ってる受験生に朗報ね。説明をお願いするわ。と、その前に、何よ、一つ、霊夢に言っとかなきゃいけないことがあるぜ。前回、電子は原子核の周りをぐるぐる回ると説明したな。そうね、この辺は前回の復習ね。そうなんだ、だがこれは、嘘なんだぜ。え、どういうことよ。実は、電子は、原子核の周りをくるくると回ってはいないんだぜ。どうするのよマリサ。前回の動画、もう世に解き放たれているわよ。場を和ませるつもりだったと言っても、多分許してもらえないわ。ネットは広大だぜ。と言ってもだな霊夢。前回の内容、高校科学なら正解なんだぜ。しかしだ、霊夢。高校以降習う科学では不正解なんだぜ。どういうことよマリサ。真実はいつも一つじゃないの？そうだな、真実はいつも一つだぜ。実はな霊夢、高校カリキュラムでは、解説に、ボーアモデルを用いているんだ。ボーアモデルは、ニールス・ボーアが1913年に発表した原子模型なんだが、このボーアモデル、シュレーディンガー博士による波動関数の導入と、ボルン博士による確率解釈により、電子が軌道運動する点が、誤りであることが分かっているんだぜ。じゃあ、高校科学では間違いを教えてるってこと？まあ一概に間違いを教えているとは言えないぜ。なぜなら、ボーアモデルは、解説で用いる上では分かりやすく、導入としては優秀なんだぜ。なるほど、だから前回はボーアモデルだったのね。しかし、ボーアモデルは電子配置を正しく理解するには、不十分なんだぜ。今回の番外編では、真実、の話をしようと思うぜ。高校のカリキュラムは、無視するぜ。面白くなってきたわ。ということで、今回のテーマは電子軌道だぜ。電子軌道は文字通り、電子の、軌道と書くが、この名前は、ニールス・ボーアの、ボーアモデルに基づいた名前であり、電子は、軌道を持たないぜ。紛らわしい名前ね。そうなんだぜ。誤解しないように注意してほしいぜ。電子軌道以外に呼び方ないの？そうだな。昔は副核なんて呼ばれてたらしいが、今は聞かないぜ。正しく解釈するなら、電子分布なんて名前が良いのかもしれないが、俗称を作るわけにもいかないので、今回は電子軌道と呼ぶぜ。わかったわ。前回、ボーアモデルでは、原子核を中心にして、平面上に、円形に電子が広がっていると説明したな。そうね。だが、実際は、電子は、3次元空間に広がっているんだ。ついに 3D モデルになっちゃったわ。今回は、3次元空間を X、Y、Z の軸で表現するぜ。そして軸の中心には、原子核がいるものとするぜ。作り込むのが面倒くさかったのね。それは言わない約束だぜ。3次元空間に電子はどういるのよ、マリサ。そうだな。例えば、電子数の少ない、ヘリウム。ヘリウムの電子数は2個ね。そうだな。
このヘリウムの電子が原子核を中心としてどうやって広がってるか説明するぜ。わかったわ。でも電子は軌道を持たないと言ってるわけだから、原子核を中心にぐるぐるしてるわけじゃないのよね。そうだぜ。じゃあ電子はどうなってるのかしら。そこで登場するのが電子運の考え方だぜ。なんか丸い球体が出てきたわ。この電子運、英語では確率運と呼ぶんだが、日本語名の電子運より英語名の確率運の方が的を得ていると思うので、この動画内では確率運と呼ぶぜ。なんという曲解。で、この電子運、元い確率運は何なのよ。この確率運は電子がこの辺に存在することを示しているぜ。この辺に、いい加減ね。 90% の確率で、 90% の確率で 100% じゃないの。だから確率運だぜ。あと 10% はどこに。そうだな、確率運の近くかもしれないし、今動画を見ている君の後ろかもしれないぜ。怖っ、ホラーよそれは。そうだな、だが 10% とはそういう確率だぜ。実は電子のようなミクロな世界では物体が小さすぎて電子の正確な位置速度を求めることは不可能なんだぜ。そうなの。このことをハイデンベルクの不確定性原理と呼ぶぜ。なんかよくわからないわ。電子の位置や速度がわからなくて、さらにどの辺にいるかも確率でしか判断できないだなんて。そうだな、私たちの直感に反する原理だと思うぜ。しかしだ霊夢、この理論は電子などミクロな世界でしか成り立たないんだ。だから直感に反しているのね。そうなんだぜ。不確定性原理についてはみんな大好きシュレーディンガーの猫を絡ませながら細かく説明していきたいところだが、残念ながらそれだけで動画一本分になってしまうので今回は割愛するぜ。残念ね。確率運で理解しておいてほしいことは、電子がどこにあるかは確率的にしか判断できず、さらに電子がどう運動しているかの経路は不確定性原理により辿ることはできないということを覚えておいてほしいぜ。わかったわ。さて電子運の説明が終わったところで、電子軌道に話を戻すぜ。先ほど説明した確率運、雲の形とエネルギーレベルの違いで元素ごとに種類があるんだ。そうなの。例えばヘリウム、電子数2個のヘリウムは最もエネルギーレベルの低い 1s 軌道に電子が入るぜ。この球体の中に 90% の確率で2個の電子がいるのね。その通りだぜ。ヘリウムは電子数が少なくエネルギーレベルも低いんだぜ。そしてこの 1s とは数字がエネルギーレベルを表し、アルファベットが形状を表しているぜ。数字が大きくなればそれに比例してエネルギーレベルが高くなるんだぜ。じゃあ形状はどうなの。次は形状の話をするぜ。先ほど紹介した S 軌道の他に B 軌道、D 軌道なんかがあるぜ。なんか形状が複雑になってよくわからなくなってるわ。そうだな、尺の関係でまとめて表示しているが、これらの軌道は複数の軌道からなるぜ。どういうことよ。例えば P 軌道、これは3つの軌道をまとめて表示しているんだ。そうなの。その軌道とは PX 軌道、PY 軌道、PZ 軌道だぜ。今回はこれら3つの軌道を重ねて表示しているぜ。重ねて表示してるけど本来は別々の軌道なのね。そういうことだぜ。そして覚えておいてほしい大事なこと、それは各軌道はそれぞれ電子を2個までしか持てないということだぜ。他の軌道もそうなの。他の軌道も例外ではないぜ。 1s 軌道も持てる電子は2個まで、2s 軌道も2個までだぜ。エネルギーレベル、形状に関係なく各軌道が持てる電子の数は2個までなのね。その通りだぜ。最後に電子は入るのが楽な軌道から入っていくぜ。電子、人間っぽいわね。否定はしないぜ。でも入るのが楽な軌道ってどういう軌道なのよ。そうだな、単純に言うとエネルギーレベルの低い軌道だぜ。なるほど、エネルギーレベルが分かれば電子が入る軌道が分かるのね。そうだぜ。先ほどの内容をエネルギーレベルの観点で整理するぜ。軌道のエネルギーレベルを決める要素は2つ、数字と形状だ。数字は値が大きくなればエネルギーレベルが高くなるぜ。形状は S、B、D、F の順に続き、その後は J を除きアルファベットの順に続くぜ。気になったのだけど、どうしたんだぜ霊夢。なぜ J は除かれちゃったの。 J はアルファベットの I と混同するから除いたらしいぜ。なんてことを。もう一つ、なぜ F 軌道までアルファベット順じゃないの。もっともな質問だぜ。 F 軌道までは頭文字らしいぜ。一体何の頭文字なのよ。なんでも分光学者がアルカリ金属の分光ラインから名付けたらしいが、詳しくは知らないぜ。また覚えにくい順番にしたものね。ここで大事なのはエネルギーレベルを決める要素が数字と形状の2つあることだぜ。この2つの掛け算で決まるから、単純に核運動量量子数が大きいから、方位量子数が大きいからで決められる問題ではないんだぜ。じゃあどうすればいいのよ。そんな霊夢のために早見表を作っておいたぜ。準備が良いわねマリサ。これを見れば次の軌道がわかるぜ。この表を見ればエネルギーレベルごとの電子軌道がわかるわけね。そうだぜ。でもこの表を見てもどうすればいいかがわからないわ。そうだな。次はいくつかの元素を例に実際に電子を当てはめていくぜ。実践編ね。まずヘリウム。ヘリウムの電子は2個ね。そうだ、電子はエネルギーレベルの低い軌道から順番に入っていくぜ。最もエネルギーレベルが低い軌道、それは 1s 軌道だ。この 1s 軌道に電子が2つ入ったのがヘリウムの電子軌道だぜ。これで完成なの。そうだ、これが真実の電子配置だぜ。案外簡単ね。どんどん行くぜ。次はリチウム。リチウムの原子番号は3ね。ということは電子は3つね。そうだ、電子はまず 1s 軌道に2個入るぜ。1個余ったわね。
そうだ、1S 軌道だけでは一つ余ってしまう。では残り一つの電子はどうなると思う、霊夢。そうね、さっきエネルギーレベルの話をしていたし、1S 軌道よりエネルギーレベルの高い軌道に入るんじゃないかしら。正解だぜ霊夢。1S 軌道が満員になってしまった以上、残った電子は、よりエネルギーレベルの高い軌道に入らざるを得ないぜ。1S 軌道の次にエネルギーレベルの高い軌道。それは早見郎を見れば簡単にわかるぜ。来たわね早見郎。一番エネルギーレベルの低い 1S 軌道が埋まったら、次は2番目の 2S 軌道に電子が入るぜ。これが 2S 軌道だぜ。余った電子は、この 2S 軌道に入るぜ。なるほど、次のエネルギーレベルの軌道に入るで合ってるのね。そうだぜ。2S 軌道までの2つの軌道では最大で4つまで電子を持てるぜ。2つの軌道だから4つの電子ね。なるほど。次に行くぜ。ガンガン行こうマリサ。次は放送だ。放送は電子を5つ持つぜ。わかったわ、2S 軌道まで使っても、また1個はぶれるわけね。そうだぜ。ということは、リチウムと同様、2S 軌道よりエネルギーレベルの高い軌道に、残った電子を入れればいいのね。その通りだ。早見郎を見れば簡単ね。2S 軌道の次は、2P 軌道ね。その通りだぜ。これが 2P 軌道だ。なんかダンベルが生えたわ。言えて妙だな霊夢。P 軌道は形状から、ダンベル、形状とも呼ばれているぜ。そうじゃなくて、さっき説明で見てた、P 軌道と形状が異なるように見えるんだけど。ああ、そういうことか。この 2P 軌道は、3つある P 軌道のうちの1つを表示しているんだぜ。今回のボロンで、余っている電子は1つだぜ。だから、3つある P 軌道のうち1つを用いればいいんだぜ。なるほど、1S 軌道に2個、2S 軌道に2個、2P 軌道に1個だから、P 軌道は1つだけでいいわけね。そういうことだぜ。これで放送は完成だ。ということは、2P 軌道は、最大で電子を6個持てるということね。鋭いぜ。その通りだ霊夢。ということは、1S 軌道、2S 軌道の4個と合わせて、合計の電子数は10個。つまりは、ネオンまでの電子は持てるのね。正解だ霊夢。分かってきたようでよかったぜ。ネオンの次は、前回取り上げたマグネシウムだ。マグネシウムって前回、ボアモデルでの電子配置も止めたわね。そうだな。電子数は12個で、ボアモデルでは K、L、M 角まで電子が入ったな。では、真実の電子配置ではどうかを見ていくぜ。と言ってもマリサ、K 角の電子は、1S 軌道に2個、L 角の電子は、2S、2P 軌道に8個、それぞれ入るわけだから、問題になるのは M 角の電子2個だけじゃない。優秀な生徒だぜ、お前さんは。いえ、マリサの指導の賜物よ。さて、茶番を終えて次行くぜ。では霊夢、M 角の電子2個はどうなると思う？そうね、2P 軌道が埋まってしまったから、また次のエネルギーレベルの軌道に電子を入れればよいのよね。早見郎を見ればわかるわ。2P 軌道の次は、3S 軌道ね。その通りだ霊夢。そしてこれが、3S 軌道だぜ。今までの軌道を覆う、黒い玉が現れたわ。3S 軌道は、2P 軌道よりエネルギーレベルが高いからな。一回り大きいんだぜ。ということは、マグネシウムは 3S 軌道に、残りの電子が入って完成ね。そうだぜ、これでマグネシウムも完成だ。電子軌道がだんだんわかってきたわ。パターンに当てはめればいいだけだから結構簡単ね。そうだな。霊夢、今回の最終課題だ。今までの知識を総動員して、鉄と銅の電子軌道を求めて、それを、ボアモデルに変換するんだ。やってくれ、霊夢。は、わかったわ、やってみるわ。まず、鉄の電子数は、26個ね。なら、1S 軌道に、2個。そうだな、1S 軌道に2個。2S 軌道に2個。2S 軌道に2個。2P 軌道に6個。2P 軌道に6個。3S 軌道に2個。3S 軌道に2個。ここまでが今まで習ったところね。残り電子数は14個。ここから未知の領域よ。ファイトだぜ霊夢。早見郎を見ると、次は、3P 軌道の6個ね。なら 3P 軌道に6個。これで、残り電子数は8個。ゴールが見えてきたわ。3P 軌道の次にエネルギーレベルが高いのは、4S 軌道ね。4S 軌道に、2個ね。これで残り6個。次の軌道は、3D 軌道ね。3D 軌道に、6個で完成よ。素晴らしいぞ、霊夢。ここまで正解だ。では、この結果を踏まえてボアモデルを作ってくれ。と言っても、早見郎を見て並べるだけじゃない。簡単よ。今回7位まで使ったのよね。あとは表の通りに並べればいいだけよ。注意しなきゃいけないのは、3D 軌道の電子数が6個なことだけね。では、表より、K 角の電子は、2個ね。次は、L 角。L 角の電子は、8個ね。L 角の次は、M 角。M 角で注意しなければいけないのは、D 軌道の電子数が6個ということね。なら、3S 軌道の2個、3P 軌道の6個、3D 軌道の6個を足して、14個ね。これで問題の M 角も完成よ。残りは、M 角。M 角は 4S 軌道の2個だけね。なら、M 角に電子2個を放り込んで完成よ。これが鉄の電子軌道ね。素晴らしい。正解だぜ霊夢。以上のように、電子軌道は今まで習った、ボアモデルに変換できるんだ。そしてもう一つ、ボアモデルにおける電子は内側から順番に埋まるわけじゃないんだぜ。M 角が埋まる前に、N 角に電子が入ってるものね。M 角の 3D 軌道より、N 角の 4S 軌道の方がエネルギーレベルが低いんだから当たり前よ。そうだ、電子軌道を知っていれば当たり前なことなんだぜ。だがな霊夢、高校科学では、電子軌道を取り上げないんだぜ。え？電子軌道を説明しないって、高校生は、電子配置の問題をどうやって解くの？丸暗記だ。電子軌道を知らない以上、アルゴン以降の電子配置は、一部を除き丸暗記になるぜ。電子って117種類あるのよね。100種類近くの電子配置を丸暗記するの？あっぱれ受験生。
今の教育システムに異議を唱えるつもりはないが、科学を好きになるには、高校の単元に限られず学ぶことが、良いと私は思うぜ。科学を理解する上では、学校の教科書だけでは不十分ということね。いろいろな情報に触れて疑問を一つ一つ解決していくことが大事だぜ。さあ、霊夢最後の問題だ。銅の電子配置を求めてくれ。任せてマリサ。銅の元素番号は29個ね。それさえわかれば簡単よ。1S 軌道の2個、2S 軌道に B 軌道の8個、残りは19個ね。3S 軌道の2個、3P 軌道の6個、4S 軌道の2個、残り9個、3D 軌道に9個入れて鑑定よ。ボアモデルに直すと、これよ。素晴らしい霊夢。これで電子軌道はものにしたな。えっへん。そしてそう答えてくれると思ってたぜ。え、これは間違いなんだぜ。正しくは、こうだ。なんでさ。どうしてよマリサ、今までの法則通りに電子が入らないなんて。そうだな霊夢。銅は早見表通りにはいかないぜ。そうなの。だがこれが科学なんだぜ。今まで教えてきたボアモデルや電子軌道は電子の存在を一つの面から見たに過ぎないぜ。だが我々が接してる世界はいろいろな原理や法則が絡み合って構成している複数の面を持つんだぜ。もちろん電子も例外ではないぜ。マリサ、銅の電子配置の答えになっていないわ。そうだな霊夢。ヒントだけ言おう。電子は安定が欲しいんだ。どういうことよ。考えてみることだぜ霊夢。なぜ電子が早見表通りに入らなかったか、今までの内容を踏まえて考えてみれば、新しい一面が見えてくるはずだぜ。そうなの。視野を広く持って考えるんだぜ、霊夢。わかったわ。お疲れねマリサ。お疲れだぜ霊夢。今回は、シリーズの中で一番難しかったわね。まったくだぜ。動画作成してるゴリラが、量子は踏み入れるべきでなかった。わからんこと多すぎ、と泣いていたぜ。いい気味ね。だが、原子を知ろうとすると、量子物理学に踏み入れざるを得なくなるから、原子を掘った結果と言えなくもないぜ。なるほど、すべての科学は量子に通ずるのね。面白い解釈だぜ。でもマリサ、次はもう少し楽な内容にしてね。理解する私が疲れちゃうわ。それに関しては同感だぜ。次は何やるかは考えておくぜ。最後に、Twitter にて情報提供してくれた方々、本当にありがとうだぜ。ゴリラは賢くないから、いろいろ教えてくれて助かったわ。今後ともよろしくお願いしますだぜ。では、また次回。お楽しみに。